千葉は勝てばプレーオフ圏浮上の可能性がある大事な一戦になります。そして東京ヴェルディにとっては天皇杯で川崎に勝ちました。さあ23節が始まりました。両チームにとって非常に大事な意味を持つ一戦になります。ジェフユナイテッド千葉と東京ヴェルディの一戦です。ちょっと縦に並ぶ感じです。クアニカ、ニア、田口、ニアサイドを狙う、タイミングシュート入った、決めました。新井一輝、前半の5分立ち上がり、フリーキックから決めていきました。まあ、一つこれ千葉の特徴というか強みですよね。いいボールが強化されたのに対して新井一輝ですね、後ろから入ってきたんですね、はい、まあ、速くて鋭いボールに対してまた三木です。中を通して後ろ倒されて、これは PK、 秋山の突破、後ろから馬場が倒してしまいました。この2人の関係いいですね。中から入っていきました。今回は2位並ぶ、そうでしたね。ここはもうちょっとこの時点でもう、あ、手に当てましたが決めました。千葉2点目。ここしっかり強いボールを蹴ったっていうことですよね。あ、だから弾いたんですね。はい、マテウスの方も良い反応をしてボール触ってますけども、このちょっとついているのは奈良和です。その上、風間のヘディングシュート、プッシュした、桜川、後ろから、大外からっていうんですね、風間ですね、はい、フリーで入ってきた風間のヘディングに新井、さあ逆に振ってきます、馬場落として、佐藤亮が後ろから梶川、うん、シュートだ、バスケスパイロン、いや絶好のチャンスでした。絶好のチャンスでしたね、今のは一瞬、やはり認められるものではないと思うので、あーかだ、あー、と、 ということは、バスケスはちょっと謝りに行ったような感じですもんね、はい、まあ、今カジカの方もあえてキーパーが出てきそうなポジションの位置にボールを蹴ってますよね、はい、さあどうか、ヘディングシュート入ったどうかでしょうか。そうですね、1点返しました。セーブ難しいでしょうね。難しいと思いますね、はい、足っていっちゃいましたもん ね、まあ、やはりキーパーのトレーニングをしてないと、はい、これはゴールキックになるようです。そうですね、最後のところ奈良和が入っていった位置、パスのタイミング、あ、100分経過でタイムアップ、倒れ込んだのは勝